でも俺マジで年を食うたびに、うん、どんどん食欲出てきて、これ昔はマジでマックは、うん、ビッグマックって俺よく食うじゃん。あ、ビッグマック大好きなの。ビッグマック食えなかったから、俺普通のハンバーガーが、そう、なんかもう、まあまあ量も多くて でかいし食べづらいしと思ったんだけど、うん、まあほんと量もあってポテトが食い切れるかなぐらいあるかな。あー、昔で今は余裕だもんね、L サイズ。今だったらもう L ポテトと15ピースのマックナゲットとビッグマックと L ジュースじゃないとマジことが足りんぐらいなんで何起きたんだろうね。クマにでもなるの将来ちょっと思わクマにでもなるの将来。あ、ちなみに私は昔出たクォーターパウンダーチーズとかあって、クォーターパウンダーチーズだって、うん、あれ大好きですから、ね、ほんと、うん、あれ大好きだった。で、何それに関してだと思ったの。なんで食べる量、俺さ、食べる量増えてるじゃん、はい、なんでだろうと思ったんだけど、うん、ちょっとこれかなと思った理由があって、うん、僕昔ね、うん、喫煙者だったんですよ。タバコ吸ってたの俺。はいはいはい、そうですよね。で、それをずーっと続けてて、で、まあやめたんですけど、うん、もう完全に吸ってない。もう完全吸ってないで、完全吸ってないでも2、3年経つ。もうそうだね、完全吸ってなくて2、3年ぐらい経つ。本当にもう完全経った人、うん、もうそれぐらいからかなと思って。あ、タバコやめたからめっちゃ食うよ。たまに言わないのか。あ、言う言う言う。タバコやめるとやめると太るよ、食欲が。そう、太るよとか。酒もそうなの、酒もやめると太るよって言われてるでしょ。だから多分それってその分食欲に回ってんのかなと思ったの俺。ニコチンでセーブされていた食欲とかがなのかもしれないし、ね、かもしれないし、タバコでね、まあ、私もさ、カフェイン取るとコーヒー飲むと結構食欲落ち着くタイプなんだけど、うん、まあ、的な感じのやつあるのかもね。かもしれない、なんかの作用でね。そうそう、へー。だからもしかしたら俺のこのなんか食欲年々どんどん増えてってるっていうのは、うん、タバコやめたからなんじゃないかなっていう。悔しいのがこの人太んないんだよね。太んない、今の体重私と一緒ですよ。俺なんかまた痩せちゃってね。また痩せちゃってね、ま、ってね、筋肉落ちてるんだよね。まあ多分ね。でしちゃんとちょっとずつ落ちてるんだよ、これでも。これでもよ、これでもね、これでも落ちてて、もうなのに同じ体重出たからね。やめろっつったの、ね、で同じ体重なのに体脂肪率全然違うからさ、まあそりゃそうなんだけど、うん、どっちがやばいのこの場合。どっちがやばいの。俺がやばいの。俺平均よりね低いんじゃないかな。あ、まあ、男性の平均わかんないけど、まあ、身長がちっちゃいからそうなんだよね、うん、うん、私も身長は平均より小さい方よ、女性の方が、ね、だって俺一応あれだとさ、56キロから57にしようって言ってるんだよ。あ、そうだよね。俺だって3キロだよ。増やさなきゃいけない。私あと5、50、まあ 4.4 だからあと6キロ。6キロ痩せなきゃいけない。そう考えると結構私厳しいな。でも大丈夫、これからです。ここから痩せなさい、まあ、ここから痩せようぜ。だってマック食いなきゃ、まあ、動画の企画が食べ物が多いねん。食べるの好きだからさ、食欲の秋だね。食べ物はね、いいよね、マジで。食べ物ってさ、食べ物ってさ、食べ物ってさ、美味しいよね。食べ物ってさ、何何何何何、満腹マン、何何、食欲マン、どうしたの。食欲マンね、何、食べ物はね、いいんだよ。美味しいよね、体に。まあ食べなきゃね、食べなきゃやってられますね、なきゃやってられませんよ、そんな、うん、無理無理。食って寝て、あ、食って寝て、食って運動して寝て。じゃあ食って寝ると思った。それはもうブーデーまっしぐらな。これはね、牛まっしぐら。本当に。